もう大丈夫。私が救ってあげましょう。いささか早計でしたか。よもや次元干渉に感づかれるとは。星の意志に抗う忌々しい翼よ。今はこの子の中で一時の眠りについてもらいます。しましょう。星に帰る旅の真の始まりを。母上、ルリア。さあ始めましょう、最後の試練を。井戸は竜の姿となり、彼方へと飛び去った。遠雷のように空に響いた咆哮は、まるで泣き叫んでいるかのようだった。